XB-40B-17 回 -1 棒を改造した試作機 XB-40XB-40 はアメリカ合衆国のボーイング社製 B-17 爆撃機をもとにベガ社が変態援護機に改造した機体である。試作のみで量産には至らなかった。ドイツの昼間爆撃に展開していた B-17F は機種の武装が貧弱だったため、 ドイツ空軍が正面攻撃を多用するようになり、被害が増大すると、現地部隊は、各々の武装強化改造で対応していたが、それでも不足だった。護衛をつけようにも当時 b 十七や b 二十四の長距離飛行に随伴できる戦闘機がなかったため、同型機を変態護衛専用機に改造して、随伴させることになり、b 十七 f を x b 四十 B-24D、e、を XB-41 の名称で各一機改造することになった。XB-40 はまず問題となっていた機種武装の強化のために機種仮面に爆撃士が遠隔操作するチンターレットと呼ばれる連装銃刀を装備し、その他にも胴体上面中央の銃座を動力銃刀に変更、側面銃座を油圧駆動の二丁に強化し、 爆弾を搭載しない代わりに、機銃弾を多めに搭載した。XB-40 の飛行テストの後ダグラス社にて、同様の改造を施した XB-40 が実用試験用として改造されたが、自体は、急を用していたため、そのままヨーロッパ戦線に投入された。しかし、XB-40 は B-17 よりも、 重量が重く空気抵抗も大きくなって、飛行性能が劣り、爆弾投下後はさらに差がついてしまい、XB-40 が随伴する変態は、当機の飛行速度に合わせる必要が生じてしまった。肝心の護衛任務についてもチンターレットの追加による効果はあったものの、他に追加した銃座はさほど効果がなかった。そうしている間に戦闘機の長距離飛行に、目処がつき、 マイナス面が多く足でまといな存在となっていた。XB-40 は早々に退役し、元の B-17F に再改造された。機銃の増設された、胴体部。ありがとうございます。